前節、特に後半はリズムをつかんでミッド戦戦いました東京ヴェルディです。今両チームの選手がピッチに入場してきました。前半45分がスタートしました。2021明治安田生命 J2 リーグの第7節です。クロス上がってきませんでした。高木大輔の大きなクリアがつながりそう。つながって草野、チャンスになる。草野から小松チャンスだ。ゴールカバー入りました。加藤貢献、よく防ぎましたね加藤選手。こちらは今日は渡辺に加えて菊池康介、高さのある選手がいます。ファーサイドに持ってきます。ファーサイドヘッド、ゴールイン、ゴール決まってます。先制山口です。決めたのは小松蓮。佐藤健介選手のキックですよね。はい、でこれなんといってもフォアでの小松選手の、まあ、タイミングいいジャンプと、まあ、コースをついたヘディング、はい、焦ることなく自分たち あのスタイルを継続してやっていければ、はい、まあ、チャンスは作れているので。低いクロスつながった、チャンスだ。すぐに同点、決めたのは佐藤亮が2試合連続ゴール。ヴェルディの新エース、今日も取りました佐藤亮が。でもあそこでシュートは打てないですし、はい、このボールに合わせて少し遅れて入ってくることで不利になりましたよね。佐藤雄平、4対4の形、右を使って小池純喜、小池切り返す、小池自分でいった、こぼれて山下、ヴェルディ逆転、早い攻撃完結。最後決めたのは山下亮也。まあ、ベルの特徴でもありますけれども、まあ、前線小池選手、山下選手がある程度サイドに8対1で残っていることもあるので、はい、まあ、ボールを奪った後にそこに早くつけられればこのようにチャンスになりますよね。佐藤亮がコントロールして、佐藤亮が左展開、山下がいるエリア入ってくる、山下亮也、山下のシュート、梶川から佐藤雄平、スルーパス、小池純喜、つながった小池、見事なスルーパス、佐藤雄平。35歳、関健太郎です。仙台から今シーズン加入してます。ここで前半が終了しました。非常に見応えのあった前半、2対1ホームの東京ヴェルディリードの折り返しです。エンド変わりまして、右から左に進めます。緑のユニフォーム東京ヴェルディ、引っ張る若さ、ここに速いボールつけて若さダイレクトパス、佐藤雄平、裏に落としてくる小池純喜、決まった、ヴェルディ3点目、小池今シーズン6点目。佐藤雄平の見事なアシスト、非常にスピードがあるので相手と並んで前に出ると、まあ、こういった決定的なチャンスになりますよね。まあ、それ分かってての佐藤選手の絶妙なパスでしたけれども、チャンスにもなるので、まあ、そういったシーンも見られますし、狙っていた、奪って山下、右2人、山下溜めて自分で行ってシュートだー。安西クロスが来る、当たったボール、ここで試合終了です。東京ヴェルディ今シーズン初の連勝。